局長、局長、局長、局長。あなたは私を永遠にあなたのそばに閉じ込めた。私は一体どうすればいいかしら。私があなたの傷を癒してあなたを喜ばせてあなたにいい夢を見せてあげられたら、それがたとえ一度であってもあなたは必ず私を選ぶ。ではそなたは付き合ってくれるか。本当の地獄を、本当の深淵を、そしてまだ知らない自分を一緒に見に行ってくれるかの。あなたのためにルールを破り、聖者の導きを受けても構わない。その代償として、あなたが本当に死んだ後、全てが私のものとなるの。ふるさとが沈んでるなんてもう信じないね。映画が終わっても金芸号はきっとまだ存在しているよ。いつかは探しに戻る。ある、久しぶりに私にカメラを持たせてくれて、自分が撮りたい面白い映画をようやく撮れた気がするんだ。一緒に冒険してもっと面白いゲームで遊ぼうよ。もっと素敵な世界を作って待ってるから。再燃するサビの火に、朽ちた森林に吹く風に、豪雨の中を羽ばたくツバメに、泥濘の中で咲き誇る花に、理想に、希望に、未来に敬意を表する。あなたはこの時間の人ではないけれど、会えて嬉しかった。戻りなさい、ガイド君。帰り道を見つけられますように。アデラでもシザーフリークでも構いませんが、今後はもう私のことを気にかける必要はありません。あなたの力の成長が私の心に膨らんでいく欲望についてこられますように。その時は私は喜んであなたの言いなりになって、どこまでもついていきますわ。私にとって忠誠とは背いてはならない原則だ。何があっても揺らぐことはない。